真奈都さん佐賀公演が決まりました佐賀市出身の宝塚トップスター浅香真奈都さん率いる空組の佐賀公演が決まりました12月6日に佐賀市文化会館で開かれます浅香さんのトップ就任後初の地元凱旋となります演目は宝塚オリジナルミュージカルの「バレンシアの熱い花」と「ショー ホットアイズですホットアイズでは浅香さんが得意とするダイナミックなダンスが披露されます公演は今年11月と12月に全国11カ所を回る全国ツアーの一環です九州では他にも福岡、長崎、鹿児島でも公演されます